さてと。お帰りなさいませ、リン様、それにサラ様。いいえ、ここで働かせていただく以上、お出迎えもメイドの務めですから。それとも旦那様とお呼びした方がよろしいでしょうか。はじめまして、ラインフォルト家より参ったメイドのシャロンでございます。皆様の身の回りのお世話などをさせていただくので、どうかよろしくお願いいたします。これはご丁寧。一つ質問なんだけど、はじめましてだったかしら。どこかで会ったような気がそこはかとなくするんだけど。いいえ、初対面なのは間違いないかと存じます。よろしくお願いいたします、サラ・バレスタイン様。
こちらこそ、シャロン・クルーガーさん。どうかご心配なく。私の方といえば日々つつがなく暮らしております。いまだ宿所には程遠いとはいえ、友人にも恵まれ、楽しく充実した生活を送らせてもらっています。それよりもご自分の学院生活のことをどうか第一に考えてください。プールズ士官学院といえばドライケルステーゆかりの名門。ですが、軍の士官学校である以上、危険な演習などがあると聞きます。どうか自分を顧みないような無茶だけは決してなさらぬよう。エリザ・シュバルツァ。
よかった、そんなに悪い順位じゃなくて。それにしてもまさか委員長とマキアスが同点1位だなんてね。さすがだなマキアス。なんというか。いえいえ、お互い頑張った結果だと思います。それにしてもみんないい線いってるわね。うん、私も入学試験より順位が上がっているようだ。まあこんなものか。ユーシスはユーシスでさらっと余裕そうだし、でもリーンはちょっと伸び悩んじゃったみたいだね。まあ私も結構低いけど。フィーちゃん頑張ったと思いますよ。基礎学力のことを考えると十分すぎるほどの結果だわ。リーンの方はもっとやれたと思うけど。気が向いたら、そういえばそっちにも何か書かれてるけど。うわぁ、おぉ、我ら7組が首位か。1位から3位までいるし、ちょっと予想はしてたけど。ふん、俺が属するクラスが負けることなどありえんがな。君はなんでそんなにも偉そうなんだ。いや、実際みんな頑張っただろう。ルイだね。
面白そうなことをしてるじゃないか。一組の。なんだ君たちは。あら、どうしたの君たち。一組の武術教練は明日のはずだったけど。いえ、トマス教官の授業がちょうど自習となりましてね。せっかくだからクラス間の交流をしに参上しました。最近目覚ましい活躍をしている7組の諸君相手にね。それって…察しがいいじゃないか。そのからくりも結構だが、たまには人間相手もいいだろう。僕たち一組の代表が君たちの相手を務めてあげよう。真の帝国貴族の気風を君たちに示してあげるためにもな。君たちは随分挑発的じゃない。うん、真の帝国貴族の気風か。なかなか面白そうじゃない。実技テストの内容変更。1組と7組の模擬戦とする。4対4の試合形式。アーツと道具の使用も自由よ。リーン、3名を選びなさい。ではこれより1組と7組の代表による模擬戦を開始する。双方構え。
勝者7組代表。よしやったわね。悪くない。ふん、9大点だな。ふん、やったか。なんとかか。どうだ、これが僕たちの実力だ。ゲローが。いい気になるなよ、リン・シュバルター。ユミルの領主が拾った執事も知れぬ不老児ごときが。
だね。はい、学院からの特典だよ。わわ、大変だったね。しかし驚いたよ。まさかノルド高原が実習地に選ばれるなんてな。でも士官学院を設立したドライケルスタイってゆかりの地でもあるんですよね。ああ、獅子戦役の折大帝が挙兵した場所だったな。逆に言うとそのくらいしか知らない場所だけど。ノルドの地については行きの列車で説明しよう。とにかく長旅になる。片道8時間以上列車に揺られることになるだろう。それは大変ですね。まあ得難い経験にはなりそうだな。そうなると到着は夕方近くになるのか。お店でパンとか買った方がいいのかしら。それには及びませんわ。シャローさん、どうもおはようございます。そろそろ俺たちも出発するつもりです。はい、お気をつけていってらっしゃいませ。それとよろしければこちらもお持ちください。これはサンドイッチとポットに入れたレモンティーでございます。朝食を用意できませんでしたので列車でお召し上がりいただければ。ありがとうございます。すみません、助かります。気が利くな、管理人。ありがたく頂戴する。いえいえ、皆様のお世話が私の役目ですから。はあ、すっかり管理人として馴染んじゃってるし、あれだけ反対したのにまんまと外堀を埋めたみたいね。めっそうもない。お嬢様、どうか道中くれぐれもお気をつけください。このシャロン、一日千秋の思いでお待ちしておりますわ。はいはい、気をつけるわ。でシャロン、あなたまた何か企んだりしてないわよね。ん、何のことでございますか。違うならいいんだけど。まあいいわ、それじゃあ行ってくるわね。はい、行ってらっしゃいませ。失礼します。熱中、よろしくお願いします。エイハンも行ったわね。サラ様、おはようございます。起きていらっしゃったのならお見送りされればよろしいですのに。ま、特別実習は当日の朝から始まってるからね。指導評価する側としてはいろいろと気を使ってるってわけよ。なるほど、道理でございますね。それより一つ質問、あなたの方はいつ戻ってくるわけ。サラ様は鋭くて困ってしまいます。そうでございますね。お嬢様方の実習が終わる頃までにはとだけ。なるほどね。
の、エリゼ。ひょっとしてかっこいい男の人でもいた？あなたのお兄さんみたいな。またそんな、その知り合いに似た人を見かけただけです。朝早くにテートにいるわけがないので見間違いだとは思うのですが。ん、知り合いね。それはそうと否定しないんだ。あなたのお兄さんがかっこいいってことは。もう、まったく姫様は教えるんじゃありませんでした。嘘嘘、怒らないで。お詫びにマリアージュクロスの新作をプレゼントしちゃうから。で、大人の女性向けの下着じゃないですか。すみません、クラー隊。ごめんなさい、呆れさせてしまったかしら。とんでもありません。まもなく離宮行きの特別列車が到着いたします。今日一日お供をさせていただくので。こちらこそよろしくお願いいたします。
よし。かけたお弁当を用意いたしました。どうぞお召し上がりください。どうも。そのすごくありがたいんですけど。どういうからくりなのかさすがに気になってしまうな。ラインフォルト家のメイドは主人を驚かせるのが趣味らしい。大方帝都で定期飛行船に乗り込んだといったところか。あ、なるほど、その手があったか。確か飛行船だとルールまで半分くらいの時間でしたよね。そうでございます。ちなみにお弁当は定期飛行船の厨房をお借りしてこしらえました。出来たてですのでご賞味ください。ありがとうございます。ありがたくごちそうになろう。まったく、何か企んでるかと思ったらこのままノルド高原まで来るつもりじゃないでしょうね。いえ、実はこの後別のお仕事が入りまして、トリスタに戻るのも少々遅れそうな見込みです。別の仕事？私の仕事の手伝いをしてもらうことになったのよ。久しいわね、アリサ。そしてそちらが七組の面々というわけね。アリサの母イリーナです。ラインフォルトグループの会長を務めているわ。よろしくお願いするわね。こちらこそ、リーン・シュバルツァーです。ガイウス・ウォーゼル。ユーシスは、まあせいぜい負傷の娘と仲良くしてやってちょうだい。仕事があるのでこれで失礼させてもらうわ。シャロン、行くわよ。かしこまりました、会長。いい加減にして。いつもいつもそうやって仕事ばかりを最優先して、勝手に家から飛び出した娘に何か一言くらいはないわけ？お嬢様。あなた自身の人生、好きに生きればいいでしょ。ラインフォルトを継ぐことを強制する気もないわ。あの人のように勝手気ままに生きるのも悪くはないでしょ。それにあなたの学院生活も最低限のことは把握してるわ。学院からの月ごとの報告でね。え？シャロンが母様に報告するのは当然覚悟はしてたけど、その学院からの報告って？
言ってなかったかしら。トールズ士官学院、あなたたちの学院の常任理事を務めさせてもらっているから。あ、それってリューファスさん。そうらしいな。ラインフォルトの会長、理事としては申し分ない人材だが。うん。アークスと魔道場についてもそれなりに関わっていてね。7組の運用レポートについては毎回興味深く拝見してるわ。今回の特別実習についても、ま、期待させてもらいましょう。それでは皆様も。アリサさん。大丈夫か？
すごいな。とんでもない開放感だ。へえ、まるで風になったみたい。そうですね。ちょっと怖いですけど。まあ、じきになれる。しかし、馬術部の連中に羨ましがられそうな体験だな。確かに。俺の故郷は北東に向かった先にある。日没までに何とかたどり着くとしよう。ああ。行きましょう。子供みたい。ちょっとハイになってるみたい。ハイヤThank you.
日が落ちてきたな。集落までもう少しだ。このまま飛ばすとしよう。Thank you.
Thank you.
早いな、リン。おはよう、ガイウス。で、その格好は？ああ、羊の放牧を久々に手伝ってきた。そろそろ朝毛の支度もできている頃だ。わかった。みんなを起こすか。ユース、アリサにエマを。朝だぞ。起きるがいい。ここは羊の鳴き声？メガネは。さすがにこの時間は早すぎたのかもしれないな。
チャンスよ、行きましょう。俺の番だな。はっ、私の番ね。はっ、私の番ですね。行くぞ。行くぞ。任せてちょうだい。任せてくれ、うん、そこだ。天地人、木は我にある。気をつけていくとしよう。ああ、了解だ。よし、さっさと終わらせるぞ。マイ。俺の番だ。そこだ。任せてちょうだい。アクス、駆動。俺の番だ。はい。行くぞ。行くぞ、うん、そこだ。俺の番だな。造作もない連中だ。力を尽くすしかなさそうだな。行くぞ。行くぞ。そこだ。今だ。付き合い。いいだろう。大丈夫？礼は言おう。俺の番だ、うん、そこだ。天地人、木は我にある。
風上は取った。任せてくれ。任せてちょ、チャンスよ。こと任せるがいい。ゾウさん、気をつけて。ハイヤまま道沿いに回ると昨日の石柱群にたどり着くな。ハイヤー、ハイヤThank you.
どうだ。死闘とやらはこの先か。ああ、このまま道沿いに行けばいい。はや！Thank you.
と門に着いたわね。ああ、十条から話を聞いてみよう。よし、行くか。はいやー。ゴー、ゴー。
ート。ハイヤを取られた。先に行くぞ。
ファイヤThank you.